代表、第1戦も4ゴールでベトナムに逆転勝利。海外の反応がこちら。日本代表は14日、アジアカップグループリーグ初戦でベトナム代表と対戦し、4対2で勝利した。前半早々に南野が先制点を奪うも、そこからセットプレーで逆転されて苦しい展開となる。前半のうちに南野と中村のゴールで逆転すると、最後は上田のダメ押しゴールを決める。大苦戦を強いられた初戦をなんとか勝ち切った。上田の方が経験があるから細谷よりも良いと思う。試合開始からベトナムはとてもよく組織されていたと思う。日本はたった一度のポジショニングのミスでゴールを奪ってしまう。日本のボディランゲージから見て、相手を舐めているように感じられる。この日本対ベトナムはここ最近見た中でも一番の試合だわ。ベトナムの素晴らしい試合。でも、日本はレベルが違う。日本はクソのようなプレーをしても、とんでもないゴールを決めて勝てることができる。日本は守備面では雑だったが、攻撃面では最近のように効果的だった。今大会初の打ち合いとなった試合で、日本の攻撃力と選手層の厚さが際立った。